このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、一輝です。メタルギアソリッドピースウォーカー HD 実況プレイパート31始めていきます。さあザドルノフ捕まえに行こう。ザドルノフ探索その2。フレーク、拘留していたザドルノフがまた姿をくらました。ザドルノフを見つけ出してくれ、はい、よし、これでもいいんだけど、はい、これで戻す。プルトン回収ランク4。ブリーフィングある？ないな。ミッションスタート。敵兵士いるね。ザドルノフを見つけ出してプルトン回収するんだ。ちょっと強い。 C ランク悪くはねえな。ちょっとマップ情報見よう。 OK だね。ん？ちょっと待って。エリエのフルトン回収が完了した。持てる個数が増えて回収アイテムが一つ増える。なるほど、それはいいな。いるね。敵がいる。ちょっとバレた今の。撃てくんじゃねえよ。俺は撃つ。応援を送る。了解、応援を送る。あ、増援来たか。 C C の C、 この際もらっておこう。うわ、いる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 。さっきのフルトン回収者エリア収容した。お前はエリエのフルトン回収が完了した。何？危ねえな。あ、工業 C だ。あれ、このエリアをくまなく探してみるんだ。このエリアをくまなくここにいるのか。あ、こっちかな？違うな。どこにいるんだ。あ、いた、いましたね。ホーチューさんいましたね。動くな。しこっち、なんか落とせ。とりあえず一回落として。あれ起きない。起きねえのか。じゃあ捕まえよう。よいしょ。目的地に向かえ。そこで回収する。ミッションクリアだ。よし、よくやってくれたスネーク。コンプリート。ちょっと見つかったけどいいや。ダンボール戦車の設計図。カズ、ザドルノフを確保した。まさか見つかるとは。了解、ありがとう。
とサクッとピューパ戦でもやります。気をつけろスネーク、あんな兵器は見たことがない。対抗手段はわからないが、その博士が何か知っているかもしれない。とにかくそいつを排除するんだ。よし、さっくり、マシンガンとこれと、開けるためのこれと、多分3、4発で倒せると思うんだけどね。上がったぜー。あ、よっしゃ、S ランク。ストレンジラブ博士のカセットテープ1。ブリーフィングで資料ファイルで聞くことができます。ちょっと見ようか。パーツは？メインパーツ全部完成！オプションパーツつけましょう。レールガンってことは、あいつか、クリサリスか、クリサリス破壊しなきゃダメか、やっぱり。やってやろうじゃねえか。AI パーツのこことここかな？多分。出撃条件。あとレールガンだけ。じゃあ、ちょっと記憶版見ようか。モビリティ、アタック、あ、そうか、やっぱりそうだよな。S が多いな。まあ、でも全部取るけど、取りに行こうか。じゃあちょっとレールガンを取りにね、クリサリス戦行こうか。スネーク。まあ、これはこれで OK。
ストレンジラブのカセットテープ2。スネーク、あの女にまんまとやられた。気にするな、まだ挽回できる。あ、そうか、これびっくりしたわ。あんたにその意思があれば。そうだ、あったな、そんなの。俺の意思は決まっている。そうか。よし、レールガン1個パーツゲットした。スネーク、メタルギアジークの調整が完了した。イッホー、これ以下でも出撃可能だ。そうか、ありがとう。礼には及ばない。これでやっと本当に君の手助けができるようになったよ。アウターオプスに出撃させることもできる。その場合は部隊編成の時にジークを選んでやればいい。実地試験のためにもぜひとも使ってみてくれ。わかった、覚えておこう。あ、それと今まで通り武器の換装や記憶板の確認なども可能だ。実地試験の様子を見て必要に応じて調整してみてくれ。そうだな。分かった。これで全てが終わったわけじゃない。少し相談したいことがあるんだが。ボス。どうした。なんだ。改まって。ラゴコシボルカからビースウォーカーに積まれていた核弾頭を引き上げた。なんだって。核弾頭は放射性物質の塊だ。比較的安定した状態にあると言ってもな。いつまでも湖の底に放置しておけば湖が汚染される。そうだな。それにテロリストの手に渡ったりしたら新たな危機を生む。ああ、だからホワイトハウスがどう決服か迷ってるうちに
俺の方で手を打たせてもらった。ナイス。回収した弾頭をどうするつもりだ。ジークに搭載する。なんだって。やりやがる。ジークは俺たちが国家の干渉から逃れるための抑止力でなきゃならない。核による脅しに屈しないためには俺たち自身が核を持つしかない。もちろんあんたが望まないなら廃棄もできる。だがそうなったら新たな核を手に入れるのは困難だ。新たな核を手に入れるじゃねえよ。貴重なチャンスなんだ。廃棄はいつだってできる。荒っぽくてもいいなら漁船に乗せて外海にでも放ってくればいいんだ。誰も気づきゃしない。だがそれでも廃棄するというならボス、あんたの命令に従うよ。若干脅しだろお前。いや、いい。トリックはトリックじゃねえんだぞ。核という力が世界に存在している限り、俺たちが国家と対等であるためにこいつは必要だ。そうさボス、俺たちは国家に属さないからこそ国家と対等な存在でなくてはならないんだ。つまり MSF もある意味では国だ。そして俺たちは世界で第7の核保有国になった。核保有国か。メタルギアジークを出撃させるようになりました。フットパーツが生成完了ということで、それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。